はい。OK。はい。今日は、これ今日入荷するんだっけ？はい。じゃあ、今日のやつだよね。そうだね。17日、シルバーウィークが始まるので、あ、でもそれ後で配信やればいいのか。まあ、別にいいか、言っても。あの、シルバーウィークの入荷の中で、いくつかピックして YouTube を撮っています。これは、今日入荷します。はい、はい、以前なんか入荷して人気だった、スーパーセブンのサンフランシスコのブランドですね。サンフランシスコの、コレクタートイのブランドスーパーセブンがありますと。でこれはそのなんか、もともとうち洋服屋だからこういうのってあんまでも、そうか、買い付けの時とか別にフィギュアとか買ってきてたけど、でもその、コロナでね、こう、あれが、ジアパートメントブルーっていうレーベルで、なんつうのかな、まあオリジナル含め、オリジナルセレクト含め、部屋のアイテムをやっていこうって言った中で、まあそのフィギュア、っていうか、まあ、そのやってこうって言ってた時に、このスーパーセブンのやってる人の、女性の旦那さんが、もともと自分の仕事でよく世話になってたボストンの人で、で、その人から連絡来て、やんないって言われて、じゃあやります、みたいな感じになって、やり始めたサンフランシスコのブランドですと。で、まあ、これオルダーティーが前入ったんですけど、これが、ほんとね、スーパーセブンって、多分30代、40代とかの人とか、下手したらもっと上、50代とかもなのかな、ぐらいの人の、こう、なんていうのかな、懐かしい感じのところを全部セレクトして、映画にしても、80年代とか90年代とかの映画だったりとか、あと自分全然わかんないんだけど、プロレスとかもあるんだっけ？ああ、あります。それも多分あれ古いやつだよね。そうだね。古い人の、昔の人、あと昔のアニメとかね、とかっていうセレクションで、でその中で、このラップ、ヒップホップっていうところのシリーズがあって、でそれも、90年代前半とか、80年代後半とか、80年代後半とか、80年代、ざっくり80年代と90年代のアーティストがラインナップされて、で第1弾が ODB、 第1弾 ODB っていうのもなんかすごい感じだなと思うんだけど、まあ、ODB が第1弾出ましたと。で、それが再入荷に合わせて、次のやつとかも一緒に入ってきます。ビギーで、ラン DMC、 ラン DMCDJ のジャムラスタージェンっていう。だ今日はこれの話をしたいんだけど、なんか別に話すことは特にないんだけど、なんだろうな、ヒップホップ好きな人、なんだろう、まあ、部屋とかにじゃあフィギュアを飾るみたいな感じになった時とかに、こう、なんだろうな、まあ、メズコとか、あの辺がベタな、なんか人気あるとこなのかな、とかなんか、まあいろいろあるじゃないですか、フィギュア。だけど、こう、なかなか、これっていうのが結構なかったりとかして、あと、まあ買えない。とにかく。そうだね。特にヒップホップのやつのフィギュア、買えないし、もう超高くなる。後から。だから、あれ欲しいなと思ったらもう買えないみたいなことよくあると思うんですよ。で、まあ、これがいいのは、なんか、その、昔流行ったというか、あの、ブリスターのこのタイプのアクションフィギュアで、壁とかでこう飾れるんですよね。だから、コレクションしやすいっていうのがまずあると。で、まあ、1個目は、オルダーティ、みんな知ってる、ウータ、オルダーティ。オルダーティは、オルダーティバスタード。今日はこれを使ってみましょうか。オルダーティバス
ダーティーマスター、オールダーティーダートマッカーは、まあウータン誰好きですかって話になると、一番好きなのは自分はレイクオンか、まあ、レイかメソッドマンかな結局。うん、なんかちょっとレイっていうのはよそ行き、うん、でも好きだよ、好きだけど、まあ、そのウーっぽい魅力とかもろもろ込みで含めて一番好きなのはメス、まあ、向こうの人の感じで言うとメフ。向こうはね、そうそう、向こうの人って TH 発音できないから TH がだから、ね、フっていう発音なんですよ、うん、日本でこれスって発音しそうでしょ、うん、でも黒人の人たちとか特にこれフって発音するんですよね。だからメフで、まあ日本人だからメス。メソッドマンがあの好きだけど、であのレイコンもすごい好きですよ。あとはゴーストフェイス好きでしょ。他誰が好き？ジニアス超好きでしょ。ジニアス超好きでっていう中で、この人一番好きっていう人も多分いると思うんですよ。なんかウータンのやばい方の魅力のなんか一番詰まった人みたいな。だからこの人亡くなっちゃったけど、この人今生きてたら本当どうなってるか分かんないし、うん、ウータンの特にあの初期のヤバい感じは全部この人が、あの子供助けた話超有名で、それなんかインターネットとかによく載ってると思うけど、なんか子供車にひかれそうになって、なんか子供を助けて、どういう話だったっけな、なんかオルダーティがレコーディングなんかしてたビルの向かいで子供が車にはねられそうになったのを助けて、確か、なんかそんな話だったわけですよ。で、助けて、ありがとうございますみたいな感じで、うん、なんかこう、子供がお礼を言おうとしたら、なんか、ウーのハローマークを書いた紙を渡して、それで離れてみたいな。で、後日、なんかのアワードの、あの受賞の、はいはい、あれで、ウータンは子供の味方だって言ったみたいな、なんかそのわけのわかんない、とにかくわけわかんない人なんですよ。この人の曲は、いいのは、何が好きですかね。しみしみや、多分みんな好き。しみしみやってどういうの？ちょっと分かんないです。しみしみや。あ、じゃあこの人イカれてるなっていう感じで言うと、これ多分一番聴いてる人多いかな。ファンタジー、マライア。マライアのファンタジーを聴くと、あの。マライアとオルダーティの組み合わせってのなんかイカれててやばいし、なんか最初にジャパンインザハウスとかって言ってるから、ジャパンとか言ってくれて嬉しいなみたいなのがあって、この人が好き。でもまあシミシミアがおすすめかな。とにかくイカれてます、超いるオルダーティバスタードでした。でもなんかこのスーパーセブンのフィギュアに出てくる人、みんな超有名っていうか、なんかもうアイコンみたいな人しか多分出てこないから、今更なんかね、YouTube で曲説明とかそんなもないけど、うん、まあでも一応ね、なんか説明しないと。あとは、うん、そうだな、実際手に取ってもらえれば分かるんだけど、あの EBT のね、カードのあのジャケが裏紙になってると。次、ランディ MC。ラン DMC はランと DMC がいて、ジャムマスター J、 これなんか参考バックとかじゃなくてバラバラなんですよ。だからまあおすすめはというか、これはぜひ3つセットで買ってほしいなっていうとこなんですよね。なんかありがちなのは、これわかんないよ、ありがちなのはまあランどういう順番で買われるのかな。ラン、ジャムマスター J、DMC っていうなんか感じがなんかちょっと俺の中では匂うんだけど、で、まあ、ランと DMC だけ買うとか、これはマジちょっとやめてほしい。それならランだけにしましょうっていう感じですね。でもで、ジャムマスター J だけっていうのもわかるけど、うん、まあ、亡くなってね、ちょっとこうアイコンみたいになった人だし、うん、
分かるけど、それもちょっとやめてほしい。だからこれはあの DMC も含めて、うん、3人でご購入いただくと嬉しいっていう。自分らのこう入荷料とかももちろん差をつけてないんでね、うん、嫌じゃないですか、なんかラン超仕入れてて、ね、DMC ちょっととか、なんかね、ラン DMC のエピソードはなんか自分はなんかラン DMC ってヒップホップのまあね伝説の一つだし、うん、レジェンド、うん、もうヒップホップをどういう感じって言えばいいのかな、うん、ヒップホップがこう他のジャンルの人も聞くようになって、うん、世界的にバーンって広がったきっかけを作った人じゃないですか。なんだけど正直自分は多分自分79年生まれ今41歳で、例えば自分の5個上の人たちとかがランディ MC 超好きみたいな感じでランディ MC 好きかっつったら全然好きじゃない、うん、ランディ MC は、うん、正直言うと、うん、ランディ MC、 ランディ MC はもちろんあの好きだよ、好きだけど、あ、好きっていうか、まあ、その普通にリスペクトもありきで通ってるけど、なんかね、自分がヒップホップ聴き始めた時は、なんかそれこそ92年とかから聴き始めてるのかな、の時に、なんかランディ MC はもうちょっとオールドスクールな匂いというか、あんま響かなかった、正直言うと。もうその93年ぐらいから、ニューヨークの次の世代っていうか、それこそ、ウータンとかナンスとか、あの辺がもうバーって出てきて、そっちに夢中になってたから、その前の世代、ビッグダディ・ケイン、ラキム、ランディ MC とかは、正直ちょっとスルーしてたというか、自分はね。で、まあ、その世代の中でも、まあ、EPMD とか超好きなんだけど、前もその話したんですけど、ランディ MC は正直、若干スルーしてた。で、これはもう本当正直言うと、あ、一応全部聞いたんだけど、なんか EPMD でなんかこうビートがあるじゃないですか。で、前もこの話したんだけど、なんか EPMD のラップってどっか前でちょっと後乗りに行ってグルーブしていく、うん、で、あれがヒップホップのラップのかっこいい、テンション高い、テンション低めでちょっと後乗りでもたっていく感じとかがなんか不良っぽいし、なんか、なんつうのかな、グルービーでかっこいいっていう価値観があって、でもすぐブーキャンとか聞いちゃってるから、だから、なんかあの、ドンカマの、あの、ドラムつんのめった感じの、ランディ MC のドンカマで、なんか、掛け合いのラップするっていう感じが、ちょっと自分がいなだく感じちゃって、とか、あの、ランディ MC 特有の、あの、よく出てくるハードロックみたいなギター、うん、なるギター。あれがちょっと世代的にきついなってのがあって、正直ランディ MC ぶっちゃけあんまハマんなかったけど、なんだっけな、エンドエンドバーナンスかな、じゃないか、ちょっともうなんか昔のことすぎて忘れたんだけど、コーフローがカンパニーフロー出てきた時にカンパニーフローどハマりして、カンパニーフロー超好きになって、でカンパニーフローがなんだっけ、なんかの曲でフックでランディ MC 使ってたんですよね、うん、ランディ MC が入ってたんですよ。で、なんか、だからもうその辺からもうリバイバル、コーフロー出てきた90年代後半かなとかの時にはもうそういう感じでちょっと引用される対象になるっていうか、で、それ聞いて、それで使われてる、ビートザライブかな、ちょっと続いてが間違ったね、ビーツさ、ビーツトゥザライブっていう曲はすごい好きだった。そのコーフロー、その曲からビーツトゥザライブになんかつなげる DJ がいて、うん、で、あ、これランディ MC なんだみたいな感じで聴いて、いや、この曲は超かっこいいなって思って聴いたし、なんか当時なんかのイベントでビースト・ザ・ライムで踊ってるダンサーの人がいたんだよね。でそれを見てすげえかっこいいな。あ、でダンサーとかいう話で言うと、あの前も話したけど、高井戸倉庫の
グラフィティエクスポ 96?97? グラフィティのイベントが多分あって、そこに行った時に、そこのダンサーの人がランニングを踊ってたんですよ。ね。ファーサイドのランニング。で、そこで初めてランニングを聴いて、もう何この曲、超やばい。超かっこいい。だけど、ランニング、これめっちゃ面白い話なんだけど、ランニング初めて聞いて、あれなんだっけ、スタンゲッツかなんかのギターの多分リフ、スタンゲッツじゃないかな、なんかギターのリフで始まって、で、あれってランニングじゃないですか、うん、キャンキーランニングの A だから、まあ逃げ続けられないみたいな感じのリリックなんだけど、なんか、そのイントロで、ランDMC っていうお決まりのランっていうランのねランっていうのを使ってるんですよ。ランランってあれ聞いてみると分かるんだけど、うん、ランDMCのランを使ってランランでランディングね、うん、っていうまあ、JD ラの JD ラ JD 当時 JD の仕掛けなんだけど、それを聞いてランランってなんかランランってなって、当時アホだった俺は曲が始まる前にランのソロ曲だと思ってランのソロ曲だと思ったんですよ。で、ラン DMC じゃん、ランのソロ曲だみたいな。で、ラップが始まったらまず異様に警戒で、これなんか違うぞってなって、それでまあファーサイドの曲っていう、自分ファーサイドはセカンドが最初聴いてるんですよ。ファースト聴いたことなくて、セカンドから聴いてファーストだと。だからラブキャビンカリフォルニアね、もう超名盤、ラブキャビンカリフォルニア、ぜひ聴いてみてほしいんですけど、というか、ランディムシーについて語れるのはそれぐらいかな。あと、ランディムシーは、でもね、でも一応だから全部好きですよ、うん、全部好きっていうか、まあ、全部聴いて、全部聴いたけど、全部好きではないって感じか。なんかランディムシーのオケマンまで EPMD がラップしてるホワイト版みたいなのが出てて、なんかとにかくね、ランディ MC って俺の中ではなんか他のアーティストを聴いた先にいた人みたいな感じで、うん、ランディ MC にいきなりドンでもなかったんですよね。まあ映画も見たりしたけど、でもなんかアイコンの一つだったから、自分は成人式の時に、前もこの話したけど、成人式のみんながこうね、スーツとか袴とかを揃えると、で自分はヒップホップが好きだったから、なんかこう自分の清掃っていうのはヒップホップなんだって思って、これはマジで本当にちょっとすごい痛い話なんだけど、自分の清掃はヒップホップだなと思ったから、なんかヒップホップをレプレゼンしなきゃと思って、やった結論が、頭にまずドゥーラグなら買い付けたと思うんですよ。まあ多分ドゥーラグじゃないかな、頭にドゥーラグ、黒のドゥーラグ一応清掃で、そう清掃ドゥーラグを巻いて、で中にこのパーマネントの何かが欲しいと、うん、ね、クラシックな何かをやっぱやっていかないとってことで、はい、ランディ MC のスウェットアディダスのその上に黒のヌプシこれで成人式に行きました。みんながスーツの中、そのアディダスのスウェットはあれなんだっけな、明治通りの渋谷と恵比寿の間のガード下の何だっけ、この店覚えてる、渋谷と恵比寿のガード下の、いや、なんだめちゃくちゃいい、あそこはよく行ってたよね、うんうん、あのガード下のめちゃくちゃいい店で飾ってあったの、はい、高いよね、だったあれ高くないあれ、いや超高い、そうで飾ってあって、でこれ欲しいって言ったら非売品って言われて、いやだけど売ってくださいって言って、なんか通って売ってもらったの、その店で売ってもらったんですよ、高かった。でサイズもちょっと合ってないからちっちゃいんだよねランディ MC はそういう感じだから、まあ俺はそんなランディ MC について語れることはないかな。なんか俺の好きなランディ MC の一瞬は DMC だ。あ、これなんか俺ら世代あるあるだと思うんですけど、ランディ MC リアルタイムで撮ってなくて、なんかすごい象徴的に覚えてるのが、ナズと JG がビーフバッチバチバだった時に、もう結構マジどっちか死ぬんじゃねえかぐらいの雰囲気だった時に、ナズの、ライブ、なんだっけ、メイジュルックとか入ってるゴッツさんのアルバムのリリースのライブで、メイジュルックを、もうメイジュルックでなんか当時だから岡さんとか
ね、ニューヨークで行ってもう、いやべ、JJJ となどっちなんだみたいな話も毎回話してて、で、まあ、岡さんとかさ、ナッツ好きです、まあ、俺もナッツ超好きだから、あのメイジルックの時に、いや、やばいねみたいな、超盛り上がった、もうついにナッツがもう J 殺したみたいな、まあ実際あの曲で殺したわけじゃないけど、まあね、ニューヨークビデオでもさ、ニューヨークのいろんなさ、クイーンズとかさ、ブルックリンとかなんかいろんなところで撮ってて、で、ブロンクスとか行って、で、後ろにファットジョー出てきてみたいな、うわ、やばいなみたいな、あの曲、もう本当に超象徴的な曲なんだけど、あの曲の話もまた今度 したいけど、なんかあの曲超象徴的なんだけど、なんかあの曲をライブでやるときに、なんか、DMC がシャシャってくるんですよ。なんか、ライブでシャシャってくるってわけじゃないんだけど、なんか DMC がなんか、こう出てきて喋るんだけど、なんかもう客も、もう DMC にとりあえず OK みたいな、もちろんみんなリスペクトしてる、リスペクトしてるけど、とりあえずそんなことよりもうなずみたいな。で、もう、曲になだれ込んでって、DMC がこう、なんかあれすごい象徴的なんで、あれ見てほしいですね。メイジュルックの2000だから4年とかぐらいかな。とかの、なんか多分 YouTube にあるし、DVD も出てるんで、あれすごい印象的。かわいいな、DMC。でもまあ、すごい伝説ですよね。で、最後が、The Notorious B.I.G. リー。これがやっぱ、一番思い入れがあるかな。リー。今何分？今20分です。え？すげえ、ちょっと違うな、今日。めっちゃ喋ったね。うん。ビギー、ビギーはとにかくね、最初はこれはマジであるあるだと思うんですけど、マジで嫌いだった。なんかビギーが最初出てきた時に、なんかそれこそパーティー&ブルシットとかの時にビギーのことを自分は知らなくて、ビギーはもうファーストの出てきた、バッドボーイからファースト出てきた時に知ったアーティストなんですけど、なんかその頃ってなんかね、自分が好きなブルックリンのアーティストとかビギーのことすごいディスってて、それこそダックダウンとかあの連中超好きだけど、 OGC がノーフィアかなんかの PV の中でステージにいるビギーのそっくりさんね、ビギーのそっくりさんをステージから蹴り落としてみたりとか、なんかこう同じタイミングか分かんないけど、ジェルーが多分セカンドかな、セカンドのワンデーかなんかでバッドボーイのオフィスに勝ち込むみたいな、なんか感じの、あれ実際勝ち込んだんだっけな、なんかジェルーが MOP 連れてバッドボーイのオフィスに勝ち込んだみたいな話を聞いたことあるけど、まあね、都市伝説的なこともあるけど、でもアンデーのリリックの中で、まあ、多分なんかパフィーがヒップホップを連れ去ってみたいな、なんかそんな話とかもあったりとか、とにかくね、なんかビギーがなんつればいいんだろうな、コマーシャルなラッパーだと思ってたんですよ、人生そういう部分もあるんだけど、っていう感じもしてて、当時はね、なんかそのコマーシャルなものを、ヒップホップが急速にコマーシャルになっていく時だったから、なんかコマーシャルなものをなんか嫌うみたいな動きがあって、で自分もろそういうヘッズだったから、最初ビギーとかもなんか、ちょっとスイートな、なんか R&B みたいな、R&B みたいなボケとかで、なんかナスティなリリックで、なんか、なんつうの、セルアウトしてるっていう、当時、もう今言わないか、セルアウトって、まあ当時の感じでセルアウトしてる、なんかコマーシャルラッパーみたいな感じで、とにかく嫌いだった。だけど、でも本当は好きなんだよ。本当は好き。本当は家でこっそり聞いてる。だけど先輩とかに、なんか、俺はなんか地元の先輩とかにくっついて回ってて、地元の先輩の一個上の人たちが、あの板橋の人とか荒川の人とかだったんだけど、その人たちが、にくっついていろいろその人たちにヒップホップとかを教わってたりしてたんで、その先輩とかが、いやもうブーキャンだよお前みたいな、やばいのはブーキャンみたいな、だからブーキャンとビギーどっち好きみたいな、いやブーキャンっすみたいな、もう洗脳されてるから、いやビギーは家でこっそり聞くみたいな感じだったんですよ。でよく分かってなかったんだけど、ビギーが死んで、ね、セカンドの時死んだでしょ、で死んでスカイザリミット超好きで、スカイザリミットの歌詞をね、読んだ。そしたら、まあ、スカイザリミットで、その、ハスリングして、お金を貯めて、自分の娘を大学に行かすんだみたいな、なんかリリックがあって、なんかそれにすごい痺れて、なんか、ストリートで、
なんか成り上がって、でその中でこうストラグルして苦しんで、でそれでお金を貯めてスカイゼミにとってまあ限界なんてないみたいな、どこまででも上がっていけるみたいな感じの曲なんだけど、まあ、その中で、まあ、最後曲の最後の締めのところで、まあ、その娘がそのストリートのバカな男に引っかからないように、なんか娘を大学に行かす、金を稼ぐみたいな、なんかそれで自分はそれ高校生の時に聞いたんですけど、当時なんか亡くなった時とかにサイファーとかで、あのね、ラジオのサイファーとかで、ダサイファーとかでかかってて、すっげえやられて、多分ちょっと寒い時期にまたあれがハマって、あのワントゥエルかなんかのあのフックとかもハマって、でそれを聞いてその大学に行こうと決意した、うんうん、それまでも大学に行くなんてね思ってなかったけど、それを聞いて、あもう俺は大学行って勉強して賢くなろうと思って、うん、夜間大学に行くんですけど、昼間ね働いて夜夜間大学に通うんだけど、っていう重要な人、うん、自分の人生で、で、まあ、夜間大学に行って夜間大学卒業して就職もしないで、まあ、現場で仕事をしてて、結構まあ今考えると人生で一番苦しいそこの時期、まあ、やすも多分同じその時期そこの時期みたいな感じだと思うけど、うん、まあ、風呂なしに住んでるし金もなくて結構苦しい、なんかその時とかにすごい自分が一番勇気をもらった曲が、エブリデイストラグ、これもよく話してる話だけど、エブリデイ、エブリデイストラグルって続いてこれでいいのかな、うん、ストラグルっていうのはこう毎日こうなんつうの苦悩するだとか、まあなんつうのかな、グラインドっていうか、こう苦悩して戦って、まあ、悩んでみたいな、なんかそういう感じ、もうとにかく美しい言葉で、その Everyday Struggle って曲をね後から聞いて、あリリックをね、あの最初ビギを聞いた時だってリリックなんて売ってないから、なんかベイ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 しかわかんないからだけど、まあ、ビギーリリックが超やばいってのを知って、それであの、まあ、セカンドの時とかにもちゃんとリリックを追うようになってて、それでエブリデイストラグルを聞いたら、エブリデイストラグルは I don't wanna live no more っつって、もう俺これ以上生きてたくないみたいな、で毎日死神があの玄関のドアをノックしてくるみたいな、でスノックのドアをで、まあその毎日あのこのストラグル、いや、まあ、ドラッグのジャグリングがあって、うん、ドラッグをこう扱う日々があって、違う日には違う悩みがあるみたいな、こうなんていうのかな、こうなんつうの、そのストリートのハスリング、まあ、この人そのドラッグのディールとかそういう部分をなんかこう美化していくっていうんじゃなくて、なんかこれそれでハブリーゼみたいな感じのことを歌うんじゃなくて、なんかそれの苦悩、なんかそれでもとにかくちょっとノワールというか、そのどん詰まって追い詰められて、もう毎日死にたいって思って、なんかもう生きたくないと思って、その死神がドアをノックしてる精神状態みたいな、それがあって、あの他のジューシーとか、あのワンモーチャンスとか、なんかああいう曲があるっていう、そのなんかね、陰と陽がなんか両方このファットがこの人の中にあるっていうの、なんかその二面性がめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね、うん、それを知って、まあ、他にもね、スーサイダルソースとかそういう曲がファーストにもあるけど、なんかすごいこの人のファンになった。で、なんていうのかな、とにかくその落語みたいなお茶目な言い回しとかもあるし、ナズとかはもう本当に詩だから、あの特にイルマティックの時とかはね、後期まあもうちょっと違くなるけど、初期は詩だから、多分もうあのクイーンズのプロジェクトのやつらが何言ってるか多分分かんない、うん、複雑というか、なんか聖書からの引用があったりとか、まあ、とにかく難しいけど、だからビギーは多分そのストリートのやつらが分かる言葉で、おばちゃんとかも分かるような言葉で、面白いウィットに富んだこととかをこう言いつつ、こう言葉でこうロックしていくというか、だからすごいフットで愛されてるし、あのね、ニューヨークとか店行くと、未だにね、ブルックリンとか行くと、ビギーとかかかってると、本当におばちゃんとか口ずさんだりするのとかも、
あのそういうことっていうか、でなんかヒップホップは自分は思うんだけど、この間なんかフジロックのねブルーハーブとかすげえかっこよかったし、なんかああいうなんかこう、まあ今は思うとねブルーハーブはこう開いた感じなのかもしれないけど、まあ初期のさブルーハーブとかこうなんか一対一の感じというか、まあナズとか聴いてる時の感覚とか、ジェルーとかジェルのファーストとか聴いてる時とかもなんか近いんだけど、なんかこう一対一になる感覚っていうラップもあるじゃない、うん、だけどなんか自分はヒップホップはなんかコミュニティミュージックだと思ってて、なんかコミュニティパーティーの場があって、なんかパーティーだったりストリートだったりってそのコミュニティがあって、コミュニティの人たちで共有して共有するカルチャーだと思うから、なんかこう直線点2点でこういうものよりも、なんかそれが3とか4とかになってこの場が生まれるものってやっぱすごい好きなんですよ。だからすごいヒップホップの魅力っていうか、そういう意味でなんかビギーのラップって家で一人で聴くラップじゃなくて、なんかこう場、あのその場で街だったりとか、それをでみんな共有する音楽なんだなっていうのを、なんかニューヨークに行って店とかでビギーの曲とかかかって、なんかそれを見ると、あみんなで共有してるんだな、これヒップホップだなって思うんだけど、そこでやっぱエブリディストラグルとかが自分はその現場で働いてる時に、あの夜中ねアスベストとかアスベストの解体とか結構なんかきついんだよね、なんかあの中国の人ばっかだし、みんなあのなんか結構ハードな状況でなんか脱水してね、あのこういきなり経電しだして隣でですげえ狭いさところでアスベストやってて、でどうせこんなもん肺がんで死ぬよとか言って言いながらみんなやってたりとか、すげえ借金しょってね追われてる人とかもいたりとかっていうので、夜中その仕事やって朝原付で家に帰るときに、あのエビデイストラグルをイヤホンで聴きながら、あのすごい勇気づけられてた曲だから、もう本当に助けてもらった曲というか、だからあの自分の命の恩人というか、大学に行かせてくれたのもこの人だし、あの仕事辛い時にも支えてくれたのはこの人ですっていうね、あのスーパーヒーローです自分と。だからまあビギーはでもね、本当に多分みんなそれぞれみんなのビギーだから、みんなそれぞれあのビギーに対する思い出があると思うけど、自分にとっては本当そういう、なんかそうですね、なんか、ラージな人ですね、ということでおすすめです。だからまあ今回ね、あそんでそうそう、それで言いたかったのは、ちょっと長くなっちゃった、今何分、今30分超えました、きついねなんか短くできないな。あのこれね、このシリーズ、ヒップホップのシリーズって一番最初これ出て、次これ出て、次はこれなんですよ、ランディムシーで。実はこの後にもね続くんですよ、ラインナップが。でそのオールドスクールのいわゆるレジェンドみたいなのもあるし、まあなんかいろんなのが続くから、ぜひあのコンプリートして、あ好きな人はね、あのコンプリートしてほしいぐらいラインナップが、続きます、冬にかけて。それはまたおいおいね、入荷の時にお知らせするけど、だから、スーパーセブンおすすめですって感じですかね、うん、以上です、お疲れ様です。はい、はい。